はい、皆さんこんにちは。佐賀キャットでございます。2時をちょいと回りました。4月は5日のフライデーでございますね。ですね、日経平均まだあと50分ほどございますが、825とマイナスです。まあこの辺でうにゃうにゃという感じでしょうか。ドル円もうにゃうにゃですね。 151.82 と。香港ハンセンマイナス42、だいぶ戻しました。はい、ね、動きが激しいドルウォンですけども、あ、頑張ってますね。1351、というとこですね。まあまあ戻しています。これね、そろそろ通貨マフィアが出てきそうな雰囲気ありますけども、1350ですね。本来これ1500ぐらい行っててもいいはずなんですけど、行くと困るのがお隣さんでしてですね、なかなかこれは厳しいですね。はい、さて行きましょう。今日はね、地味にね、すごいニュースがいっぱいあるんですけど、これは昨日ですね、18時22分に日経新聞に出ています記事でして、岸田首相、北朝鮮訪問に意欲、できるだけ早期にというふうに、タイトルです。6行というか5行やね、これ5行しか読めないんですけど、 5行読ませていただきましょう。岸田文雄首相は4日のインタビューで北朝鮮の訪問に意欲を示した。年内にも訪朝する考えがあるのかと聞かれて、年内と言わずできるだけ早い時期に実現しなければならないと語った。北朝鮮による日本人拉致問題に関して、被害者家族の高齢化などを考えて、もう一時も揺るがせにできない課題、点々というんです。あのね、思い出してください。10日ぐらい前でしたっけ、あの、キム・ヨジョン、妹ですね。日本なんか相手にせえへんという談話をわざわざ発表したんですよ。つまり日本なんか相手にしないと言うてるくせにですね、岸田はですね、もう年内と言わずすぐに行きたいぐらいのことを言うてるわけですね。どういうことかということを考えますとですね、これは水面下の交渉がですね、かなり具体的な段階に入っているということですね。どのルートで交渉してるのか知りません。ヨジョンがですね、その前の談話でですね、違うルートから岸田首相が訪問したいということを言うてきたけども、そんなん私ら相手にせえへんねんという談話を出しました。その翌日かなんかの談話が相手にせえへんとか言ってるわけだって、それはですね、どういうことかというと、その一日で相手の日本側の言うことにムカッときたわけですね、北朝鮮側が。でそれを要は公式に伝えてるわけですよ、分かりやすく。ということはかなり丁々発止のやり取りが続いているということなんです。で、どのルートかは分かりません。で、違うルートから来たって、ヨジョンが言ってるんだから、多分そうでしょう。こういうことに関してですね、そんなにね、嘘つかないんですよね、ああいう国は。そこに嘘をつくメリットはあまりないんでね。で、まあ、それはいいんですけど、一番公式のルートは外務省ルートです。外交官ルートというべきでしょうか。多分北京です。北京には日本大使館も北朝鮮大使館もあるわけですよ。そこでですね、外交官同士は当然つながりができますよね。そこから行くというのが一番のルートですね。他にニューヨークルートってもあります。ニューヨークはですね、国連の本部がありまして、そこに各国の国連代表部があります。北朝鮮も国連加盟国なんで、日本のですね、国連代表部と北朝鮮の国連代表部が接触するというのは可能です。まあでもどうでしょうね、心理的に見て、ニューヨークみたいな派手な場所よりも北京の方が目立たないんで、お互い会うにしてもですね、そうそう目立たないわけです。だから多分北京ルートは外務省ルートでやってるんでしょうね、外国ルートで。でその他にですね、インテリジェンスルートがあります。これはですね、まあ水面下と言っていいんですけども、情報当局者ですね。簡単にはアメリカじゃ CIA とかってありますよね。イギリスには MI6 なんで分かりやすくなります。ロシアにも SUR でしたっけ、なんかありますね。昔の KGB ですね。で、彼らってお互いのカウンターパートを知ってるんですね。こいつやっていうのがですね。で、それがですね、秘密裏に接触したりするんですよ。で、日本のインテリジェンスさん、インテリジェンス、北朝鮮代表、対応は多分、警視庁、もしくは警察庁の北朝鮮担当なんですね。
で、あるいは総理官邸の中にですね、警察が一人いますよね。そこと向こうの情報関係者のルート、これ実は一番ね、こう近いんですよ。っていうのは、総理官邸にいる内閣官房にいる警察出身者はですね、すぐに総理と喋れるでしょう、話せるでしょう。で、向こうもそうで、情報当局のトップというのはトップに近いんですよ、金正恩に近いわけですね。外務省を通すとですね、北京の日本大使館から日本の外務省にやってきて、それをが事務次官が見て、ほんで大臣に挙げて、その大臣が首相にものを言うでしょ。ただこう何クッションもあるんで面倒くさいですけども、情報は早いんですよ。で、そこでやってるのかもしれません。で、日本と北朝鮮の間には総連ルートという、こうややこしいのがあるわけですよ。総連というのは北朝鮮の日本代表部みたいなもんで、在日の方々がやってる組織ですけども、そこもですね、北朝鮮の上層部と、俺はパイプ持ってんねんってやつが何人もいるわけですよ。何人もいるんですよ。で、そっちルートでもあるんですけど、これが一番危ういですね。なんで、この総連ルートのアリューがですね、議員外交みたいなのがあるわけですよ。北朝鮮に近い議員みたいなのが出てきてですね、俺が向こうのトップとすぐに話ができるんやとかっていうやつが出てくると、かなり怪しいんですけどもですね。かつて小泉総理がですね、日本人を、拉致被害者を連れ帰ってきたときにはですね、この総理官邸のですね、田中欽さんやったかな、が直接やってたわけですね。向こうの、情報担当者だと思います。情報ルートが一番こういう話が通じやすいんですけども、どうやらそこでですね、何らかの交渉が行われているということが、この岸さんのインタビューから伺いますね。つまり与正が言うように、日本なんか相手にせえへんということではないんですよね。相手にしてるんですよ、きちんと。だって、前にも言いましたけども、北朝鮮は金が欲しいんですよ。で、日本をうまく丸め込むと2兆円入ってくると思ってるんですよ。で、日本はやすやすと2兆円渡さへんでと、拉致被害者全員返せと、それだったら2兆円渡すぞと言ってるわけですね。まあその交渉がですね、ある程度煮詰まってきてるような感じはしますね。で、岸田としてはこれは起死回生のホームランなわけですね。これだけこう叩かれて落ちて、自民党の支持率も落ちてるけども、拉致被害者をその小泉総理の時よりもたくさん連れて帰ってきたら、もうすごいやんってなるでしょ。だから もしかしたら起死回生のホームランを狙ってるのかもしれません。で、北朝鮮も今すっごいですね、苦しいところですから、日本の2兆円がですね、喉から手が出るほど欲しいわけです。ただしですね、拉致問題で、日本に譲歩したことになるとですね、非常にまずいわけでして、で、ここにですね、韓国とか中国という変数が入ってくるわけです。韓国とか中国は日本と北朝鮮が仲良くする、直接交渉して話をまとめるということを嫌うんです。なぜか、自分のところがこう存在感がなくなるからなんです。俺を通してやるよっていう、あのヤクザの理屈ですね。あれなんですよ。なんで俺を抜きにしてやるんか、お前らみたいな。俺は聞いてへんぞみたいなですね。そういう理屈で来るんでですね、邪魔できるんであれば邪魔しようとするわけです。まあ、どの程度それが影響してるのかは知りませんけどね。まあ、とりあえずですね、この岸さんのインタビュー面白いなと思います。岸さんって、なんて言いますかね、アホですから、簡単に言えば。こういうところでうまくうにゃうにゃとごまかすことができていないんでしょうね。だから年内と言わず、できるだけ早い時期に実現しなければならないなって言ってるわけで、その可能性があるということですよ。つまり、素直な男ですね、ほんまにね。いや、まあね、行ったらいいと思いますよ。拉致被害者連れて帰れるんであれば。ただし変な妥協すんなよということですね。これで幕引きとか言うなよみたいなんですね。全員返してくれたらいいですよ。でもね、絶対返せないんですよ。返せないから今まで返ってこなかったわけだって。北朝鮮は北朝鮮でずるいことを考えてるわけですよ。それに乗せられんなよということですね。はい。まあ、もしかしたらですね、近々ですね、今岸田はアメリカ行ってますけども、帰ってきてから劇的な展開があるかもしれませんけども、可能性は非常に薄いです。まあ、3% 未満でしょうね。岸さんがね、その大胆な決断はできないと思うんですよね。
だから結局今回も決裂する可能性が 97% 以上というふうに私は見ています。一応この日経新聞のですね、アドレスを貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。